はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。マイクご用意しておりますので挙手でお願いいたします。いかがでしょうか。長嶋選手にお伺いしたいんですけども、昨日の夜はどうやって過ごされました。昨日はですね、結構頭殴られちゃったんで寝てないです。でとりあえずインターネットでいろいろとレビューとか、まあ、自分の評判等を調べていました。で結構その全部 KO で終わったということで、まあ、亀田戦より面白いって言って、まあ、そういうコメントが多々あったので、まあ、ちょっとなんていうんですかね、格闘技に興味のない、まあ、あまり格闘技を見ない人っていうのが自分の戦いで K-1 というものに興味を持ってくれたかなと思いましたね。特になんかパーティーをしたとかそういうのは全然なかったと。ご飯は食べました。はい、みんなで。それはあのコスプレあのしてた踊りの人たちと食べたんですか。いえ、チームで。はい。オツ選手に引き続き、そういうあのご飯はどういった種類の店に行かれたんですか。え、僕でいいですか。はい。あ、何屋さんかな。なんか居酒屋さん、夜遅いんで、あの僕が会場出たのが遅かったので、まあ、もう空いてる店が居酒屋さんみたいな感じのお店で、まあ、僕は飲んでないんですけど、なんかケーキ食べたりデザート食べたり、なんかいろいろつまんでましたけどね。あと、4選手にそれぞれ伺いたいんですけど、まずあの DJ 選手と小宮山選手には、あと改めて5月2日のトーナメントに向けての意気込みがあれば、あと同じ階級の選手でこういう選手とやってみたいっていう具体的な名前があればお願いします。はい、まずはじゃあ DJ 選手からお願いします。昨日の試合後半、実は蹴りに徹したのって1ラウンドに、結構いいパンチが入ったと思ったんですけど、それでちょっと倒れなくて、ちょっとパンチに自信なくしたというか、多分オープンフィンガーだと倒れたのにとか思って、ちょっとK-1 ルールでの自信をちょっと失いかけてるんで、ちょっと今考え中ですね。それに関しては自信の問題ですね。はい。やりたい選手は、はい、まあ正直一番やりたいのは、まあ、ビビアーノなんですけど、まあ前から言ってる高谷選手とかそんな感じですね。はい、高谷。じゃ続いて、小宮山選手お願いします。まあ、今回ね、新しく63キロという階級がまたちょっと、新しく幕を開けるんですけど、本当に戦じゃないけど、戦国時代がまたこれからね新しく始まると思ってます。で本当にその試合でもう本当誰が本当に生き残るかというか、まあ、戦国武将じゃないけど、誰が生き残って、最後に生き残って名前を、ね、残すのか、どうせ出るならやっぱり最後まで生き残りたいし、だから対戦相手とかは特に誰とやりたいとかっていうのはないんですけど、まあ、いろんなその格闘技っていろいろジャンルがあると思うんですけど、まあ、さまざまな、分野のそのスペシャリスト一流の選手と試合したいと思ってます。オス。あと、長嶋選手と佐藤選手にこう新しくライバルといえる63キロという階級が始まりますけど、そのことについてどういうふうに考えているかというのをお願いします。はい、それでは長嶋選手お願いします。まあ、僕は別にライバルとは思ってないです。ただ、まあ、K-1 を一緒に、まあ、70キロと63キロ級、まあ、盛り上げたらいいんじゃないですか。70キロにない分が63キロにあるんであれば、それはそれでいいと思います。まあそういって63キロで63キロ目当てで入ったファンが70キロに
まあ、来る可能性もあるわけですし、まあ、またそれの逆もあるわけで、まあ、格闘技 K1 が盛り上がればそれでいいと思いますけどね。はい、佐藤選手お願いします。ま、僕は、まあ、自分の試合に必死で、あの63キロのことは何も考えてないです。はい、ありがとうございます。長嶋選手と佐藤選手にお伺いしたいんですけど、次開幕戦でお互い当たるっていう可能性があると思うんですけど、その辺はどうでしょうか。じゃあまず長嶋選手から。当たらないと思います。僕は大将がやれって言われればあのやりますよ。はい、あの、はい、あの言われた相手は断りません。谷川さんにお伺いしたいんですけど、7月、ヨーロッパと日本で2カ所っていう話なんですけど、同日開催にするようという感じなんでしょうか。いや、あの時期はずらします。時期はやっぱりあの日本もテレビの放送 の枠がありますし、あの、まあ、あの日本だとどうしても平日になってしまいますけど、あのヨーロッパだと特に土曜日と金曜日とか土曜日になってしまいますので、多分あの日にちは重ならないです。まあ、あの今スウェーデンとかフランスとかオランダとかが、やりたいという手を挙げてくれてるんで、まあ、その中から決めようかなというふうに思ってます。ジェイオン選手に伺いたいんですけども、木戸選手があのオッズが 1.2 倍だって言ってたんですけど、はい、オッ選手はどのぐらいだと思ってたんでしょうか。僕の倍率ですか。はい、もうなんすかね、ゼロいっぱいついてると思いますよ。でもまあ万馬券ですよ。あとあの京太郎選手と一緒に、はい、フィジカル練習してたと思うんですけど、まあ、彼が今度タイトルマッチやりますけど、なんかメッセージありますか。あのやる前にいいパスを出しますと約束してたんで、まあ、一番いいパスが出たんじゃないですかね。だから、まあ、ぜひピーターアーツ何が何でも勝ってほしいです。まあ、精一杯応援します。共に勝利をって感じですね。あと佐藤選手に伺いたいんですけど、コスプレの方が2人もいる中、どういう感想を持ってるんでしょうか。いや、いや僕あの別に好きなんですよ。はい、オツ君はオツ君の盛り上げ方があると思うし、まあ、DJ 選手も DJ 選手であの盛り上げ方あると思うし、あのなちょっと喋ってもいいですか。なんかネットで佐藤がマックスと決別宣言とか記事が出てたんですけど、僕は全くそんなつもりはなくて、たとえマックスが打ち切りになっても僕は戦い続けるって言ったのは、僕がキッカーやってた頃からマックスなんてなくて、まあ、そもそもなかったんですよ。だからまあその時はファイト前でもチケットだったし、だからもしそういう状況になってもう僕は K1 なくさずに、ぜひ主催者の方にはもうどんな状況でもいいから続けてほしいなという思いで行ったんですよ。僕はファイトマネー下がっても、ファイトマネーがチケットに変わっても、ここまで5年間世話になってるんで、やり続けるんで、全然そういう決別とかそんなつもりは全くないですね。そのぐらいのもう一回ゼロからやり直してもいいっていうぐらいの覚悟でやってるってことです。長嶋選手、今日のコスチュームの意味を教えてください。これは昨日の決勝でやったコスプレなんですけれども、まあ、東方プロジェクトのマリサですね。なんていうかね、まあ、ね、入場曲がマリサは大切なものを盗んでいきましたってやつなんですけどね。
まあこんな空気になるかなと思ってました。あと佐藤選手お伺いしたいんですけど、開幕戦でペトロシアンと5月実現しなかったら1回戦で当たりたいっていう希望ありますでしょうか。はい、マジですか。まあでもそれも谷川さんがやれって言われたらやりますよ。はい、でも何も1回戦からっていうのはありますけどね。はい、目的は優勝なんでマックス、はい、まあ、なるべく確率の高い相手と行きたいですね。ペトロシャンとそれペトロシャン以下の弱いやつどっちでやりたいって言ったら僕は上に上がりたい方でやりたいですよ。まあただそのこのトーナメントとか関係なかったら強いやつに挑みたいという気持ちはありますね。はい、